皆さんどうもこんにちは、文系アクアリストのハテナです。はい、ということで今回はこちら、ミクロラスボラ花火の話になります。で、ちょっとその前にですね、今実は早朝にこれアフレコをしておりまして、で、まだ家族が寝ている状態ですので、ちょっと声をボリュームを小さめにお話ししてますので、ちょっと聞きづらいところがあるかもしれません。で、そのあたりはご了承ください。はい、で、早速なんですが、この花火、まあ、前回私動画でアップした通り、ちょっとまあ状態が悪いものを購入してしまって、まあ、そこからすぐにですね、落ちてしまったっていうことがあったんですけど、で、それ以来、まあ、ご報告をしておりませんでしたので、皆さんから本当にたくさんのコメントいただきまして、アドバイスいただきましたので、ちょっとそのあたりを参考に、はい、私がした対応っていうのをご紹介していきたいと思います。はい、まずこんな風に見ていただいたらですね、実は結構太って、はい、状態も良くなってきました。で、それとこちらのグラスキャットですね。このグラスキャットを60センチ水槽に入れてたんですけど、実はこっちのネオグラステラ水槽に入れ替えました。で、こちらに入れると結構調子が良くなって、で、餌もですね、このメリフィッシュを普通に食べてくれるようになりました。いや、本当に良かったです。まあ、ブラインシュリンプとか他の餌提案してくださった方いらっしゃったんですが、実はあの動画を上げた直後に、はい、こんな形でしっかり食べてくれるようになりましたので、いや、本当に良かったです。はい、で、まあ、あのこちらの水槽には、まあ、これで調子が良くなったっていうことで、まあ、もう少しこのグラスキャットを追加しました。で、これで合計5匹のグラスキャットがこの水槽の中に入っているということになります。はい、まあ、あのグラスキャットをやっぱりね、私が60センチ水槽で感じた一番の問題が、やはり遊泳スペースがあまりないと。グラスキャットの体のサイズに対して、まあ、なかなかこの上までですね、餌っていうのを認識しづらいようなスペースになっておりましたので、そのあたりが一番の原因だったのかなというふうに思います。ですので、このグラスキャットに関しては、まあ、入れた時の状態が悪かったっていうことはないのかなというふうに思っています。はい、ということで今回はこちら45センチ水槽のガリガリの花火1匹いるんですけど、そちらを救っていきたいと思います。ということで、こうなってこうなって、そしてそこからこうのこうので、こっからこうなってここまで来て、そしてこうなってこう、そしてこうなってドンと、はい、いうことで、一瞬で立ち上げました。で、実はこれですね、45センチ水槽の水をほぼ 100% 使った、で、ソイルも吸着系ソイルですね。で、まあ、こちらにですね、ガリガリの、はい、花火を入れていきたいと思います。はい、こんな形でですね、いや、もうとにかくこの細いんですよね。で、餌はですね、こちら、これね、冷凍赤虫なんですけど、はい、こちらを試しにあげていきたいと思います。ちょっとね、メリフィッシュやっぱりなかなかこの子食べてくれないんですよね。で、すいません、あの報告遅れたんですけど、他の子たち、花火さんですね、他結局あれから結構生き残ってくれていて、で、生き残った花火に関してはすぐにメリフィッシュ食べてくれるようになりました。いや、本当に良かったんですけど、いやー、なかなかね、この子だけ、はい、このガリガリの花火さん、おそらくこれが、まあ、病気なのか何なのかっていうのはちょっとわからないんですけど、この子だけがね、メリフィッシュ食べてくれないんですよね。で、ですので、ちょっとこの冷凍赤虫でまずは試してみたいということで今あげてるんですけど、なかなか来ないですよね。まあちょっとね、この辺が、まあ、認識してくれてないのか、ちょっとね、初めての餌、冷凍赤虫になりますので、なんとかこれで食べてくれたら一番、まあ、楽というかありがたいんですけど、なかなか寄ってくれないですよね。で、あともう一ついただいたコメントの中で、これはと思ったのが一つあって、で、それがですね、もしかしたらヤマトヌマエビが襲っているっていう可能性はないですかっていうコメントをいただいたんですよね。で、
これね、私もちょっともしかしたらそうかもしれないって思ってて、っていうのも大和沼エビが、まあ、花火さんをこう捕まえている、な、捕まえるっていうか、おそらく私の認識ではなくなってしまった花火をこう、まあ、食べてるっていうことだと思ったんですけど、まあそんなところを見たことがありますので、まあそれでいくと、もしかしたら大和さんが襲っていたと、まあ、要はもともと導入当初から花火さん弱っていた、もしくはちょっとこうガリガリの、まあ痩せていた状況の中で、まあ、それを大和さんがこう捕まえたりっていうのが、まあ、もしかしたらあったのかもしれない、うん、っていうふうに思ったので、とにかくまず大和沼エビは抜きました。はい、もう南さんだけにして大和沼エビは抜いたんですよね。そこから結構安定と言ってる間に食べてくれました。皆さん今見ていただきましたか、まあ、そんな感じで私が話している間に今ね、これ赤虫食べてますよね。いやー、ほんと良かったです、これ、まあ、ちょっと今私テンションめっちゃ上がってるんですよ。なかなかね、はい、表現できなくてすいません。ただですね、一応私これも買ってきました。これブラインシュリンプですよね。はい、一応ねこっちも試してみようと思って、はい、買ってきました。でこれですよね、沸かし方っていうのがあって、まあ、温度とかでこの塩っていうのも結構ね入れてやらないといけないっていうことで、結構ね面倒で私避けてたんですよね。でこれ 100ミリリットルですかに対して多分 2g 入れればいいということだと思うんですけど、ちょっとこれ少ないかもしれません、塩が。いやちょっとわかんないです。でこんな感じでですね、とりあえず塩をまあ、溶かせまして、でここにブラインシュリンプの卵を入れるんですよね。でこれね、温度も結構重要みたいで、28度に設定しないといけないと。ただね、ちょっとこれ私うまくできなくて、で、まあ、とりあえずこの室温結構高いので、もうここにブラインシュリンプの卵を、まあ、こんな感じで適当に、まあ、入れていくという形にしてみました。はい、ちょっとこれがねうまくいくのかっていうの不安なんですけど、でエアレーションもね本来いるんですけど、まあ、かなりこれ水を少なくしているので、まあ、大丈夫なんじゃないかなと思って、これです、ほとんど沸かず。はい、ということでほとんど卵から変えることはありませんでした。いやーもうね、まあなんとなくうすうす感づいてはいたんですけど、やっぱりこの方法じゃダメでしたね。はい、まあ、ただもうとにかくまず冷凍赤虫食べてくれてるので、一旦それで様子を見ていきたいなっていうふうには思っています。まあ、またこのブラインシュリンプについても、まあ、ちゃんとエアレーション、まあ、塩の濃度、また温度ですよね、このあたりはちゃんとやって、まあ、また上げていきたいというふうには思います。はい、ということで本当に皆さんのアドバイスのおかげで、私いろいろ気づいて対策をすることが今できております。本当にありがとうございます。はい、ということで今回はこのミクロラスボラ花火を救っていきたいというお話でした。最後までご視聴いただきありがとうございます。またぜひこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた。